どうも、ハローにャえすよ、こんにちは。どうも、世界のコメディアン、ヒヨゴンです。えー、なんとですね、まあ、前回も VT コスメティックさんが、私にコスメを送ってきてくださってですね、まあ、提供なんですけども、まあ、それで、私のレビューをちょっと気に入ってくださったのか、私の VT 愛が伝わったのか、また送ってきていただきました。ありがとうございます。VT コスメティックさん、本当にありがとうな。 もうね、最近はね、喜びも拍手一回で表現するっていうのは主流なんで、あみんな、ありがとうとか、え、嬉しいめっちゃほんとありがとうとか言うんじゃなくて、でいいです。これ、これでいいのでね、はい。無理してこんな、わーとかリアクション取らなくていいです。もうこれで伝わりますので、はい。なんとね、今回は VT×VT、VT、ま、また言ってしまった。VT×BTS の、なんか本格的ななんかやつを送ってきてくれました。まあ、URL は上に貼っておくので、そちらを見てください。上あ、 上じゃねえや。下か。下に貼っときます。概要欄に貼っときますので、ぜひそちらを見てください。それではもう早速ね、オープンしていきたいと思います。3,2,1、オープン。あ、ちょっと待って。なんせね、私ちょっと眠いんですよ。クリスマスにアップしたかったけど、ごめんなさい、クリスマス。忙しかった。妹とお出かけしました。彼氏はいません。わかってますってね。はい、いきます。せーの、バンうおーう、んなんでこれ。これは、ファンデーションかな ファンァデですね多分すごいなんかこのなんか宇宙柄みたいなになってるギャラクシー感が漂ってますね私ちょっとお風呂上がりでね今すっぴんなのでみんなこれ肌にのせてほしいですよねの <coughs> やばいちょっと喉に何か入ったもういい喋らんいや喋るはいもうねこれ剥がしますねこれちなみに21番アイボリーアイボリー21アイボリーですこちら21番アイボリーアイボリー色アイボリー色ってなんかおかしくないアイボリー ですはいマイボリーですすごい見てみんなクッションのとこに掘ってある VT×VTS って。あ、まあ <laughs> もう VTS でいいんじゃないのダメか。ごめんなさい。はい、じゃあちょっと取りますね。ワンプッシュ。硬なんか硬くね硬。え、なんか、すごいな。ないやわからんか。わからんなんか、きなこ餅みたいになったんやけど。まあわからんか。ちょっと肌にのせますね。 うん、やはり VT 素晴らしいですね鏡で確認しましょううわすげえすげえすげえんか光沢があるのにしっかりカバーできるのが私は VT の魅力だと思っていてなにみずみずしいからほらつけてる感があんまりないんですよ VT ってなのにもかかわらずしっかりと毛穴とかはカバーしてくれるからすげえこれ優秀なんですよね私鼻のとこ塗ったら なんかちょっと皮膚がねガサガサってなるんですけどこれならない超みずみずしいのにちゃんと毛穴とかをカバーしてくれる感じです素晴らしいですねやっぱり私は VT コスメティックさん大好きですこれからもね私に大量の化粧品を送ってくれたらなと思います嘘ですちょっと待ってこれ何が入ったやろ内容まず内容説明せんといかんよねザ・スイートスペシャルエディションセットスイートスペシャルエディションセットだそうです でこのあと2個入ってるこれリップかなの2つが入っていました多分リップだと思いますどこやねん正面えこれ正面ないとあったあった暗すぎてわからんかったこの2個多分この中の色的にリップだと思うんですよねはい開けてみましょうじゃあまずこっちの暗すぎてわからんかった方からいきますこれ質感がいいね高級感が溢れてます本当に 丸ピンクみたいなだ。だけども大人な。なんか落ち着いた色っていうのかな？可愛い,い。なんかちょっとこうやってしすぎた。何の何で,なんでわ？可愛い,い？この色可愛い,い。わかりますか？カメラで見たらちょっと明るいけど、これほど明るくないです。なんか落ち着いたローズピンクっていう感じの色。しかも何スイカの匂いするんだけど、いい匂いです。 っに塗っています今日ねちょっと映画見たんですけどキャラメルポップコーンじゃねえ塩のねポップコーンを食べてね唇に塩がついてねなんか痛いんですよねヒリヒリするちょっとグミ食べますやべえなこんなことして VT コスメティックさんに絶対怒られる系あの提供中の動画でお菓子を食べるのはやめてくださいって絶対言われるでも食べるいただきますうまっうまうまっうまって言っちゃいけないおいしいって言わないといけないおいしい これ多分虫歯がある人は食べたら死にますね。はい、塗ります。うわ、すごくついた。おー、うーん、個人的に、この塗った感じ。質感は。前回の V. T. の動画で紹介したリップの方が私は好きかもしれない。 これなんかモイスチャー系ですね私モイスチャー系のリップつけないんで慣れてないんですけどでもめっちゃ可愛い色してますね落ち着いた大人のピンクなんかコーラルピンクっていうのどんなメイクにでも合いませんどんなメイクにでもではないけどさ多様性がありますねなんか取れんねリップの色 前も言ったけどさなんかこういうファンデーションを唇にのせてからやってもいいんだけどそしたらね余計なんかそのファンデーションの色と混ざってやばい色になるんだだからその上から多分塗りつぶした方が絶対にこっちの本当の色が出ると私は信じているうんでこれ今塗った色が2番のロジピロジロジピジロジピジとりあえず2番ですこのコーラルピンクみたいなやつ2番はい え次じゃじゃんこっちを塗りたいと思いますこっちが1番のベルベットバーガンディーっていう色ですうんまあまあまあここはもう見えんでいいよみんなねじゃあ塗っていきましょうあ大好きこういう色来たよ来た来たこういう色大好きでございますからねそれじゃ塗ってみましょうああ好き好き はい、塗れました。可愛いですね。こういう深みのある赤大好きなので、この色すごく気に入りました。ちょっと肌にものせますね。これはでも、なんだろう。ブラウンレッドというよりは、チェリーレッドっていう感じですね。私の、あの、個人的なあれですけど。ごめんなさい。なんか塗り方下手ですみません。こんな感じ。なんかチェリーレッドみたいな感じです。あのー、こういうチェリーレッド系は、なんていうの紫系って言ったらいいのかな。茶色系とは違う深みがあるんですよね。 こういうのも大好きなので、これを愛用したいと思います。モイスチャー系で超塗りやすいです。まあね、ということで、私はまあ、彼氏がいないんですけど、まあ、VT コスメティックさんがクリスマスプレゼンツを送っておけたので、まあ、全然寂しくないよっていう話。なんか、リアリティどうのこうのって、ツイッターとかインスタグラムで嘆きまくってるの、なんか、すごく見たんだけども、そんなに悲しい恋人いないの。あ,あ,あんまりわかんない、あっちには。 そんななんか、ああ、恋人いねクリスマス、バース、バース。ある絶対みんなネタでやってるだろ。なんか言、言うときはおもろいと思っとうだろ。分かっとうよ、私は。言うとくけど、あんま思んないぞ。皆さんは、やっぱり、クリスマスは、カップル過ごしたいものなんですか皆さんも。皆さんはってか、皆さんも私は毎年妹とお出かけに行っているから、 べべべ別に彼氏とかなんかいなくても別に悲しかな,な,ないかなって感じですよねうんうんまあとりあえずね VT コスメティックさんのあの URL は上にじゃなくて下に貼っておくのでぜひぜひ見てください私が大好きなコスメブランドさんでございますのでよろしく頼みますじゃあしまいますこのねここはこうこうやってってなるの好きなんですよこうカチッ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 ってなるの 好きなんですよじゃあ皆さんインスタグラムのフォーライトチャンネルツ録ート高評価をお願いしますこれ絶対編集するときに公開するやつやなんでこんな,なんか気持ち悪いなんか面白くもないなんか格好つき英語みたいなのやったんやろうって絶対もう思ったやろ今思ったやろね分かったよ。あどこかでかねかならしくない言葉が浮かん 寒さが心地よくてうんうんあれなんで恋なんかしてんだろうせいやだなんだと繰り返す歌と わざとらしきらめく街のせいかな。会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、君のことをどう思うか教えようとしてる。